ニューヨークブライトンビーチ鉄道のパンフレットニューヨークブライトンビーチ鉄道略して NY&BB はアメリカ合衆国ニューヨーク州ロングアイランドのブルックリに存在した鉄道である路線には標準機が採用されており路線長は 4.8km ニューユトレヒトのローカストグローブ駅とコニーアイランドのブライトンビーチ駅を結んでいた ニューヨークブライトンビーチ鉄道は1880年8月5日に開通しシーズンが終了した1880年9月19日まで運行していた。ニューヨーク州鉄道委員会への1881年の報告書によると1881年には運行を再開したが乗客は4867人で17602ドルの 費用に対して2726ドルしか収入がないという大幅な赤字であった。さらに1881年7月27日の早朝、ブライトンビーチ駅は火事によって全焼し35000ドルもの損害を被った上、当時保有していた車両の半分である7両の車両も消失し、こちらでも推定で16000ドルの損失が起こった。 1884年には売却され、1886年にシービーチブライトン鉄道に改名された。その後、1890年の夏から2年間はボイントンバイシクル鉄道として使用された。ありがとうございます。